こんにちは。ダイワフィールドテスターの藤園健一郎です。今日はイソフカセにおける仕掛けの投入の仕方、キャスティングをご紹介したいと思います。磯釣りではロッドが5メートル、浮きもせいぜい10グラム前後の浮きを使いますから、ルアーとかエギングと比べてどうしてもやっぱり投げづらさがあるので、ちょっとしたコツをご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。磯深瀬ではつけ餌にオキアミをどうしても使うので、オキアミがまず外れにくいように、オキアミが外れてしまう、投入した時にオキアミが外れてしまうと魚がやっぱりどうしても釣れないので、オキアミが外れにくいようにソフトに投げるっていうのを気をつけてます。例えばエギングとかでエギの重たいものとかルアーの重量のあるものを素早く遠くに放る投げ方とは、磯深瀬どうしてもやっぱりコツが違うんですよね。まずは付け餌が、外れにくいようにソフトに仕掛けを投入しています。仕掛けを投入する前に仕掛けに針がついているので、周りに人がいないかとか、そういう安全面を十分注意してから行ってください。はい、それでは基本の投入の仕方をやってみます。まずオキアミをセットしてあるので、浮きの重量を穂先にまず感じて、ベールは起こしてあります。浮きの重量を穂先に感じたら仕掛けを離して頭の後ろを回して前に投入する。浮きの重さを穂先に感じて投げないとオキアミにショックがかかるので、付け餌が外れてしまうことがあるので、これがスムーズに投入するコツになると思います。今ですね、左から右に風が吹いているので、左から右に吹くときには右側から仕掛けが入るよりも左側から仕掛けが入った方が糸ふけが少なくて済みます。糸ふけ、これはどういうことかっていうと、右側から仕掛けを投入すると風に吹かれた道糸が右側に大きく膨らんでしまうんですね。なので左側の方から仕掛けを入れることによって糸吹けを少なく浮きを着水させることができるので、風が強い時はそこを意識して投入した方がいいと思います。それでは実際に投入してみます。まずベールを開けて穂先に浮きの重量を感じたら左手を離します。左手を離してサイドスローで今度は仕掛けを入れます。それでは行きます。右から風が強い時には、逆に右側から振って仕掛けを投入します。付け餌をセットして浮きの重量を同様に感じながら右の方から振りかぶって投げる。ここは後ろを振りかぶるスペースがあるんですけど、例えばここに壁があって後ろをこう振りかぶって投げられないような時、そういうような、そういうような場合に、投げる投げ方、基本的には後ろに振りかぶれませんからロッドの弾力、これを利用します。ロッドの弾力を利用するのでラインをちょっとしっかり巻いてロッドを曲げた状態で付け餌を離して、離したショックを与えないようにロッドの反発力で投げる、こういうような投げ方になります。それではやってみます。
仕掛けを遠投したいとき、仕掛けを遠投したいときには一番最初の基本の投げ方、後ろを回して、力いっぱい遠くへ投げることになるんですけど、その時一番のコツが付け餌の刺し方、尻尾を取って後ろからこういうように尻尾を取って逆さまに刺して頭を取ってます。これ遠投するときはどうしても基本の投げ方よりも、瞬発力っていうか強く振ることによって遠くへ仕掛けを投げられますから、そのために付け餌を工夫して外れにくいようにセットしてあります。それではやってみます。後ろから前に振るときに素早く振るイメージです。いきます。皆さんいかがだったですか。狙ったところに仕掛けを投入することができれば本命と出会える確率もどんどん高くなります。皆さんもぜひ試してみてください。